大阪上ビルディングは、大阪市北区梅田の大阪駅前にかつてあった建物である。地下で大阪梅田駅と直結しており、阪神百貨店梅田本店が入居していた。1941年4月23日に梅田阪神ビルとして、竣工、地下に阪神マートの売り場を開設。1951年11月1日に、阪神マートは売り場を1階に拡張し、 阪神百貨店と解消1958年3月13日に第1期増築工事1月18日に大阪神ビルディングに解消1963年6月27日に拡張工事が完了し全体竣工1974年11月21日に阪神百貨店の売り場を拡張し、全館が阪神百貨店となり、 12月28日に改造工事が完成。2002年11月にリニューアル工事が進行。指導を挟んで南側にある新阪急ビルと一体的に再開発され、大阪梅田ツインタワーズサウスに建て替えられることになり、2015年2月18日に東側の解体工事が着手され、2018年6月1日に西側の解体工事が着手された。 ありがとうございます。